やばい、やばい、もう尋常じゃないくらい緊張して。ラスト募集ですね。募集どこまで詰められるか。何もなければね、なんかほら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 、みんな、みんな周りの皆さん、おはようございます。今日いつも話してくるかなたくんが寝てしまったので、起こしながらオープニング撮っていきたいと思います。思います。よいしょ。かなたくん、はい、一緒に寝たいってこと。一緒に寝て、一緒に寝て電力バイクブンブン、マイモです。梅です。今日は性被害にあってます。スーパーモト最終戦第6戦都合であるわけですけども、梅は明日優勝しないといけないわけですね。昇格するためには優勝しないといけないわけです。なんですけど、まず昨日練習走行の前日から参りしてて、で今日練習走行があったんですけど、結構トラブル続きで、しかも今日もまあ走りも前半も良くなくて、そうだよね、1回目の練習が1分7秒、内山選手と4秒も差があって、ベースの人にベースするのにバンバン抜かれて、ね、なんかまあマシンの不調じゃなさそうだなって。そうだよね、俺もねそう思った。1枠目に普通こけちゃったんですよ、うん、で先週ね、スゴのモタごっこ行った時もこけて、うん、転倒続きだったんで、まあんまちょっと自信がないなっていうところでしたと。カノちゃんが良かったね。カノちゃん良かった？うん、どうだったの？何が良かったの？伸びしろ。もう一人誰だっけ、カナタの推しがある。さゆりちゃん。さゆりちゃん。カノちゃん早かった、梅田より早かった。そうだよね、ちょっとこれは、うん、あのモタード女子というかね、うん、そう、あの応援してる。S3 出てるさゆりさん、カノさん、今日3人で喋ってたもんね。そう、3人でお話しして、2人とも今年から参戦してるみたいなんで。カナタ的にはやっぱモタード女子増えてほしい？めっちゃ増えてほしい。ほぼ女子でいいもん。なんだっけ、いろいろ不安があったけどって話だね。最後はね、もうあれです、いつも あの前回のメイハンの動画のゆずる兄とのセッティングで、あとは、まあ、高幸さん、トールさんのアドバイス、うん、でいつものニールさん、広瀬さん、ケントさん、みんなアドバイスに来てくれて、うん、まあ最終的には1分7秒から59秒、そうだね、59秒、うん、まずタイム縮めることができて、うん、まあもうライバルは11番の内山選手で、16番の平栗選手、14番の矢野選手、そして88番の奥野選手。奥野選手ね、結局やっぱレギュラー参戦してるメンバーが早いね。奥野選手今日2本しか走ってないのに早かったね。めちゃめちゃ早かったね。どうなるか分からない、なんか抜きどころがないね。抜きどころがもないよね。なんで予選で前に出て、しっかり決勝でブロックしてっていう走りができればいいなと思ってます。じゃあ最後にあのかなさんからあの僕に一言ください。かのちゃん、しゃるちゃん頑張ってねじゃあ、当日までの振り返りをどうぞ。今日はスゴーに来てます。はい、 TM が2台です。おはようございます。今日はあれですよね、本当に TM2 台では初めて練習、ヘロスさんと超レアな練習でさせてもらいます。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。今日は、スゴー1日目ですねが終わりました。まあタイム自体は 46.3 秒がまあ出て、まあプロクラスが45秒台のまあ中頃ぐらいだじゃないかっていう話だったので、その1秒落ちって考えると悪くはないのかなっていうのを思いつつ、まあまたスポットで速い人が出てくるとか、まあ、そもそもターマック主体だと、まあ、内山選手も速いし、まあダークネスドラゴンロードもね速いだろうから、まあ、ちょっとその辺のことを考えると、まあ、油断できないなっていうふうに思ってます。モト GP にね来てます。3年ぶりの日本開催ということで、昨日の様子も出てくると思うんですけど、まあ、雨降ってて雷も鳴ってて土砂降りでやばかったんですけども、今日はもう本当に快晴でライダーとして走るの楽しいんだろうなってすごい思う天気ですね。はい、ということで
中の様子を簡単に届けていきたいと思います。ヒロさんと来てます。30分耐久レースで梅ちゃんにずっと後ろついてこられちゃいました。僕はこけました。本番まであと3週間です。2週間。ではでは結果発表。怖い。チャレンジってクラスでして、であの目の前にいらっしゃるあのニール大先輩は、はい、プロクラスに出てまして、で結果映していただけると、はい、マジで0.05 しか変わってないですよ。チャレンジしてにしてはかなり早いんだけど、あのこれでやたら一喜一憂するのがね、あの地方選手権ライダーの悪いところ。これで本番タイム激落ちして、なんで俺勝てなかったんだろうっていうのがあの地方選手権っぽいです。頑張ってください、はい、おはようございます。今日は電車移動です。はやぶさちゃんでモーターランド SP に行きたいと思います。譲るってわざにわざ橋田さんこれで、はい、今日はモーターランド SP に来てます。ニリン祭り&グルメフェス、イエーイってことで、いやすごいよね。すごい人の数がねすごくて、はい、もうあの東北のモーターの腕自慢勢揃いだよね。こっからはすごいよね。この先がマジですごいです、ね、ここまでライダーで来場者が、いやすごい、やばいよね、半端ない、すごい、え？バッチシマルケス、これ完全にフルオーダーですかこれ。めちゃくちゃだね、すごいね。そんなことある？だってまだ開場して40分ぐらいですよ。あ、でドリフトも今日あるんでしょ。ドリフトもあります。あれみんなに見てほしいよね。おっさんのリタイアですからね。おっさんのリタイアですからね。全力ライフ、ブンブン、ないものです。今日は、天ぷら屋さんに来てます。屋外天ぷら屋さん、すごいな。やばい。美味しい？めちゃくちゃ美味しい。うわ、いただきます。いいですか？天ぷら亭日の部です。すごい。完食です、完食です。めちゃくちゃ美味しい。ありがとうございます。水曜日です。もう明日出発です。ゆずり兄に来ていただいてバイクの整備中です。いやなんか普通に走ることの難しさですよね。そうですね、レースってね。今何時翔太？2時43分です。
感想。眠い。帰りたい。帰りたいよね。うん、俺も帰りたい。ということで、ようやくマシンが完成しました。クラッチがね、切れないっていうのと、オイルが無限に入るっていう、なんか、こいつオイルをむしゃむしゃするバケモンだということがよくわかったんで、はい。バイクを積んでいきたいと思います。ということで、ゆずるさんに感謝だよ。ゆずるに大感謝だね。あ、ちなみにこれ俺のエンジン。そして嵐さんのバイクがあってこそだよっていう感じかな。こうそう、嵐さんのバイクはここの心臓となって、心臓となってね、生かされてる、はい、ちなみに嵐さんのバイクはここにバラバラになってあ、お二人今日はイメチェンしてるんですね。はい。やってよ。ということで、スゴーにね、やってきました。はい。ということで、コース図はこちら。わかんないんだけど、実はこれぐらいの高さがあって、あ、ちょうど。あんまり高くないんだよね。ああ、いいね。で、これはジャンプと、バンク使いどっちか選べるんだけど、これどっちがいいんだろう。で、あー、こっちも何選べんだこれ。あー、俺でもこれジャンプ選ぼうかな。59秒まで、はい、あ、1分切ったじゃん。昨日の状況とまた違うだろうかな。一晩になってから湿ってるからさ、硬い血はまだ滑りやすいから鳴らして鳴らして多いでしょ。ちょっとどうだった、何時間ぐらいですか。でもまあ5、6時間ぐらいですけど、ウエスタンさんも来たって。どうですか、タイムは。めちゃめちゃ競ってる。競ってる。4番手だけど、58秒、59秒、1分、1分、1分、1秒、1分、2分っていう。あそこどうしたらいいか分かんない。あそこだけで1秒くらい差で来なきゃ。分かってるんだよ。第2ダートの出口がさっき押してめちゃくちゃ離されちゃった。ダート出口は、出る前にダート区間で開けるしかないです。ちなみにさ、あれ見てさ、左の壁使ってるか、内側使ってるか、もう一回見てきてください。ちょっと大事だと。そう、みんな外側っすかね。外側っすかね。外側で、あ、最後だけいいですね。第2ダート、いつものダート練習してる時の、あのポジションじゃなくて、もうカチカチな状態で進入しちゃってて、だからなんか前乗り乗っちゃったんですよ、こう、うん、だからハンドルがこう触れちゃうからあんまスピード出せなくて、そこからの後つながりで最終コーナーまでが全然攻めきれてない、そこでうわー3秒ぐらい離れるんで、ちょっと励ましてあげてくださいよ。無理ですあれ気持ちやられてますもんね。やられてる。いいっすね。なんかもうチャンピオンですもんね、はい、もう決まったから全然決まったことにしない、ね、逆になんか気楽にいいタイム出せそうですね、ケントさんは。まあそうっすね。あとはヒーラ君がどう出るか、うん、タイムアタックで、うんうん、ちょっとすごいそこが怖いです、うん、あのそっちも楽しみに見てます。はい、ありがとうございます。頑張ってください。行ってきますありがとうございました。48番の梅田は57秒13、岩手11番の内山が57秒441、3番手に88番の奥野が58秒017、4番手に16番の平栗が58秒244、5番手に20番の高橋が59秒91というところです。あ、その高橋をかわして5番タイムに14番の矢野が上がりました。59秒71です。
まあ、終盤にかけて S1 オープンクラスのライダーもアタック残り少ないところで決めてきました。上がってきています。さあ梅田も自己ベストを更新すべく今のラップタイムは57秒781、自己ベストは57秒413ですから、48番の梅田もタイムを上げていくところ。さあ今チェッカーフラッグ振られまして、 S1 チャレンジ S1 オープンクロスのタイムアタックが終了です。48番の梅田が57秒43のトップタイムで、このままレースの方を終えれそうです。2番手は11番の吉山、3番手は88番の奥野、4番手は16番の平栗と、順番が出ておりますが、内山さんについていったらそれにしかなれないからゴーイングマイウェイで行こうって、で後ろに高橋優希選手ついても見れるもんな見てこいよって気持ちでやった。多分誰かに引っ張ってもらったんじゃなくてさ、そう自分で出さないかったら、そう先頭走れないから、でもシミュレーションできたから、ただ問題は3周で体力なくなった。負けるとかなしだ。やばい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 。やばい。全日本選手権シーズン第6戦全日本。うん。楽しい。はい。はい。いや。ありがとう。頑張って。ぜひ。多分一気に来るのが発見。緊張するね。深呼吸。レッサーもしか。エンジンかかったら家庭のもんだ。ありがとう、ありがとう、いけると思う。さあ、エンジン、さあ行きましょう。お待たせしました。いや、絶対ガチガチです。やばい、もう尋常じゃないから緊張して。エンジンはちゃんとかかった。エンジンはかかった、オッケー。今シーズンのね、もう最終戦であり真骨頂として、初戦ぐらい緊張するな。まあでも最初は多分僕の予想はスタートは抜かれるんですよ、なんですけど追い上げる方がいいんで後でちゃんと抜き返せるかどうかですね。途中からねスイッチが入れば、そうスイッチを早めに入れて、11番の選手は内山選手は本当ミスが少ないんですよ、とにかく3幕がそして早いで、苦手なのは雨とダートなんですけど、なんかダートも上手くなってきてるし、ね、どの選手も練習してきてるから、行きましょう。ねえねえ、めっちゃ緊張してるよね。見れない見れない、もう見れない。いよいよ後ろが動いた、来るよ。一生懸命練習したスタートで走る最終戦スタート。おお。オッケー、だいぶだいぶ、あー、オッケー、オッケー、オッケー、はい、はい、スタート。今スタート良かったんだけど、ちょっとその後ミスをして、今5番手です。でもイン側から入っても第1スタートで4番手で、はい、4番手で今順位が11。あテントしてしまった、テントしてしまった、力が入りすぎて。ポイントね、ポイント、ポイント、ここから伸ばす、ここから伸ばす、エンジンかけていこう。抜くしかないから、もう抜くしかないから、何周だ、10周10周あー、なんか俺2年前の俺を見てる。2年前の俺を見てるような感じですか。順位は1周12番の内山選手、8年間の選手、16番の平栗選手が続いてます。予選と同じ順位ですね。そうです、予選と同じ番で続いてます。1周目、ね、頑張って心をまず折らないこと、心を折らないこと、あげよう、あげよう、ああいうの好きなんすよ。もうとにかく追い上げるみたいな。追い上げる、もう追い上げる、もうこれモバラを思い出してほしい。見慣れてる空気、それからまさか塗ってるとは思わないところから塗ったんで、まあ、だから店も作ってくれたという感じですね。だいぶ後ろの選手、はい、今ねちょっと後ろが詰まったんでだいぶ落ち着いてきました。最高でかかったらマジかっこいい、はい、抜くのが難しいって言われてるスゴーでもう詰まってきましたからね。めちゃめちゃスイッチ入ってる、まあ、今のまあ、今のターンはめっちゃ良かったですね。もうやばい、スイッチが入った、スイッチ入ってますね。もう超良かったよ。まあレースは本当でも何が起こるかわからないから、もう今前を見続けて、今
接触したのかな。やっぱ先頭集団が圧倒的ないですね。今ですね、だいぶ最下位、転倒して最下位だったんですけど、今52番の選手に落ち着きそうです。いやー、かっこいい。痛い。あのー、痛い。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 1位の内山選手はあと2個しかないんで、1位です。玉くんが非常に速い。梅田の底力を、あ、焦ってる。大丈夫、めちゃめちゃ焦ってる。あ、お尻が焦りまくってる。焦るな、焦るな。頑張れ頑張れ。めっちゃ焦ってる。焦るな。ついたついた。肩の力抜いて、またでも抜いていくしかない。もう着実に走っていくしかない。まあポイントはね、そう狙ってね。応援したい。応援したい。でまた今後ろの選手に追いつこうと思って走ってますけど、こういう時の梅田が一番乗れてる可能性があるから、もはやもうね、う何を気にしなくてもいいから、もうこけてもいいやぐらいで攻めてるから、こけてもいいやぐらいで攻めてる、うん、追いかけるのは14番の選手ですね。14番の選手が4番攻めてる勝負だよね。でも2位に攻めてるので、何を抜かしていきたいことではありますね。いいよ、チャンピオン争いに前だけ見て、これやってみたらどうなるんだろう。1番は、1番手は11番の内山選手。タイム差がだいぶ大きくなってきてるかな。前上がれるよ。前見てこう、前見てこう、前見てこう、また近づいてきた。16番の平栗選手かな、かけてます。やっぱり平栗選手安定した速さです。こけても表彰台を狙いますよね。三幅で表彰台に乗ってますけど、ね、ランキング的にはまだない。あ、今梅がちょうど52番の選手に乗ってきました。52番選手がここにラスト5周に差し掛かろうというところ、山県が目の前に見えてきたところです。あ、そうですか。気合が入りすぎるとこけるポイントなんですね。そうですね、はい、クロンで見に行った。意外と練習とかだったら後ろに行ってあそこあんまり不安じゃなかったんですけど、だいぶ追いついてきたんで、はい、上がってってるよ。あとラスト5周ですね。5周どこまで詰められるか。やっぱ追い上げてる時は楽しそうだね。追い上げてる時は楽しそう。感情が走りに出るタイプ。だいぶ山選手には近づいて、ね、今もうあそこがね、転びやすいね。お、前の選手が先頭して今14番の選手に近づきました。あと山選手がね、あともう少し。いいよ、もう前回3位でどこで抜くからね。メーハーラウンドでは3位つけてました。どこで抜くか、これは石コーナーで狙ってるか、あの詰めてきたな。どうだろう、石コーナーで狙ってってました。石コーナーで狙ってるかな。あ、早いね。次の4コーナーかな。だいぶ詰めて4コーナーですかね、得意の。おー、ここのつほんと4コーナーを綺麗にくるってこう、おー、だいぶ出てる。いや、矢野選手も14番の選手もうまい。お、ここで面から行っていいね、パダーッとここを気をつけて、うん、OK ダーッといいよ。 OK、着実に順位を終わります。
トップ集団はラスト3周。あと3周。どの選手も予選よりももっとタイムが落ちてるかな。いやいろんな感情がもう、梅が追いかけるのは88番の選手ですね。88番の奥の選手を追いかけます。いいよいいよ、この差はライブがいてるかな。いいよ、あと残り3周。いやうまいね、うまいね。3周でどこまで順位を上げられるか、ポイント狙っていこう。しっかり着実に、ね、奥の選手には追いかけます。全体の順位だと11番の内山選手がもう独走状態かな。まだ抜ける、まだいける。平栗選手とはまだいけるよ、5秒ぐらい差があります。いけるよ、前見て前見て前見て、落ち着いて上げてこう。もうなんかだいぶ残り3周になってかなり増えてきた感じがする。変に力みもせず、前との差は2秒ぐらいか、5秒ぐらいかな。18番の先頭、いいいいよ、ここ好きだね、うまいね。前は何番だ？88番。奥、前は奥野選手、奥野選手もね、速いんだよね。そう、奥野選手も速い。奥野選手は先ほど 58.6。 意外と思ったより近づかないけど、その前の8秒ですね、で、胸とは近づいてくるかな。速い選手ですね。だろう、話しまってきたか。残り10個の子、いけ、順位は変わらず、いや選手の状状態でもう意外に出てきた。ここでこんだけへばってるとやっぱかっこいいっすね。戦い続けてますもん。内山選手は全体のランキングは6位。詰まった詰まった、めっちゃ詰まった。昨日の、ね、練習走行からてかその前の集団とも詰まってってる。はい、この辺3で来るぞ。ここでトップ内山選手が素晴らしい。内山選手がもう圧倒的に1位。ちょっと遅れて16番内山選手、スマートな走りだね。で3番手は武田選手です。ナイス、最後まで、あー最後までどうだろう、だいぶ8出しまれきれるか。立ち上げる、ナイス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 、よく頑張った、よう頑張ったわ。悔しいだろうな。優勝、よう頑張りました。追い上げが早かった、はい、2回同じシーンがありましたね。お迎えいたよ、これがレースですね。これがレースですね。全体のランキングがどうなの、ねえ、全体ランキングになってるからね。矢野さんより前に出たから多分そのままだと思う。矢野さんより前だった。あ、でも内山さんの25ポイント取ったのか、どうだろうな、わかんねえな。現在時刻は23分、まもなく最後の更新開始です。一応確認して、一応確認して、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ボールポジションで出てギアミスって1コーナーで1人来てうめえなと思ってオラってやったら、あのホールショックデバイスってブレーキかけないと解除されないんですけど、ブレーキ多分なんかねちゃんとかけるの忘れてて、ホールショックデバイスって縮めるんですけど縮まったまま入っちゃって滑りそうになって、やばいやばいと思ってブレーキかけて、で3人抜かれて4位になって、まだまだ4位やし、あと早いし、俺ファーステストやったしいけるやろと思って、まあ、第1だと入って、見事散りました。はい、で、やばいやばいと思って最下位から追い上げて、結構
なんか抜いたよね。おーしおし、このまま行くぞと。3位表彰台ぐらい行けるんちゃうかと思ってプッシュしたら同じことこけました、はい、まあでもなんかまあ頑張ろうって思って走ってたら、まあ、意外となんかねスルスルスルっと行けて、まあ、6位入賞という結果でした。人の応援が力になるを超えた人が来すぎて全員の思いを絶対叶えるっていう謎のクソプレッシャーにより自滅するっていう、みんな来てくれたからいいとこ見せようと思ってちょっとかっこつけすぎたなってのがあったんで、まあでもなんか中途半端なレースして3位とかするぐらいだったらやっぱやってね転ぶぐらいプッシュしてうわーっていう転びを見てもらえてよかったのかなみたいな。タイムは一応ファーストテスト取れたんでまあまあ成長してきたのかなっていうのは思います。で、まあ、ちょっと年間表彰式待ちではあるんですけど多分チャンピオン決まったような気はしてるので一回はてっぺん登りたかったな。あなんですけどまあこれがレースってことで一番ね今までずっとダートが苦手だねとかジャンプが苦手だねとかいろいろあったんですけどやっぱあのメンタルが一番弱いってことが、まあ、よく分かったんでメンタルねもっと鍛えていこうかなって思います。はい、ということで、みんな今日は来てくれてありがとうございました。あとは会場で見てくれたあの YouTube 見てくださった方本当にありがとうございます。また修行していきたいと思います。いけてそう？いけてそう。チャンピオン。ほら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 。みんな、いや、周りを見渡してよ。みんな来てんだよ。ほらほらほら。ほら見ろよ、見ろよ、おい。見ろよ。下も、下も見して、下も見して。下も見して。下も見して、下も見して。はい。あー、危なかった。見てきてたね。あー、危ない。1位でもらってきたらね。そう、1位でもらってきたら。脱いで。お迎えしようと思って、みんな行ったんだけど。いいサプライズ。まあじゃあ続きます。だいぶ盛り下げたわ。すいませんでした。いい、はい、よかったね、6位で。そうそう、6位じゃなかったら、チャンピオンじゃなかったから。俺ら、ずっと最後、俺ら、ポイント、ポイント、ポイントとか言ってたの。チェキチェキ。ちょっと待って、ちょっと待って。なんだその正面みたいなの、お前。あ、もうやめようと思ったけど、あれ、あ、治ってきた。今大丈夫。今大丈夫。かのちゃん。かのちゃんは、ありがとうございます。エクスプローラーズをして、かのちゃん頑張れって言って、かのーかのー追いじくれてたんですありがとうございます。傘差してる時も応援してました。あ、本当ですか。頑張って頑張って。めっちゃありがとうございます。電動バイクピンピンエクスプローラーズでーすでしょ。あれ、エクスプローラーズでしたやんないの。名前いいんじゃなかったっけ。グダグダですね。